皆さんこんにちは、コーダです。ということで、スーパーマリオ64続きやっていきたいと思います。前回はあっちっち砂漠のスターを全部攻略いたしまして、で、最後にね、この城の前の水を、抜くことができました。はい、こんな感じで水がありません。で、今回まず行くのは、城前にあるこちらの穴。はい、この中入っていきます。そうすると、はい、なんと透明スイッチのコースへようこそ。青いスイッチを踏むと全ての青ブロックが実体になる。透明帽子で透明になるといろんなものを通り抜けられます。まずはお試しくださいということで、こちらやっていきたいと思います。ちょっと待って、このまま降りちゃっていいかな。あー、それ赤コーラとか、あ、赤コーラじゃない赤コインとかもあるんですね。それも集めないといけないんだけれども、ひとまず降りちゃおうか。ひとまず降りちゃって、んーで、はい、ここに、スイッチが、透明になってますけれども、先にこっち行っちゃいましての、はい、1、2、3段ジャンプ、1、2、3段ジャンプできない。これ登っていく。んで、よいしょ。ここもコイン一応、まあ、ゲットしなくてもいいか。で、はい、このリフト乗って、はい、ガガガーっと上上がっていって、ここにも赤コインあるけれども、ひとまず無視しちゃおうかな。無視しちゃって、てあー落ちてしまった。いや、でもそう。別に奇数とか減るわけじゃないんでね。うん、もう一回やり直ししていきましょう。んじゃあちょっと赤コインやっぱ取っていこうかな。うん、しっかり見て、どこに赤コインあんだ？あ、まずここに1枚あるね。ここに1枚、1枚。で、そこに2枚目。OK。で、次は、待って、しっかりカメラさん仕事、カメラさん仕事してもらいたい。3枚目がそこかな。左で合ってる？大丈夫？じゃあ、ちょっととりあえずこっち行って、うん。ここは、これ何？あ、1アップ大事。1アップ大事。よし、ここでまた1アップゲット。あ、この下にあるか。この下。よいしょ。おー、見えない。よし、これで3枚目。これで4枚目。よし。4枚取れたぞ。多分、これ以上は、ここにはないかな。あとは、この先ですね。ほい。よし、乗って。で、ここに、赤コイン。よし、5枚目。で、これもしっかりゲットして、待って、待って、一回シーソー傾けてから、ほっ！よし、危ない、落ち着け。乗りたいな。次、しっかり乗りたいな。はい、乗ります。私乗ります。で、こっち行って、ここ。よし。そんで次、しっかり、はい、来た。あ、7枚目。あ、危なかった。危なかったよと。ほい、よし、あー、危ない。ちょっと待って、待って。へい、だから、落ち着け。一旦、後ろ見て、こういうこと。よーし、いけた。で、ここに8枚目ゲット、そこにスターが出る。ふぅ、よかった。ひとまず、スイッチ押しちゃっていいかな？押しちゃおう。はい。姿を消せる魔法の透明の帽子のスイッチを踏みました。世界中の青いブロックから透明帽子が飛び出します。ここまでセーブします。ってことで、これが実体化されたわけですね。はい。この帽子をゲットして、で、この壁とかもすり抜けて、はい。このまま、スターゲットの前に1アップゲットして、スターゲット!61枚目ゲットだぜ。はい、ということで、透明ボスとスターを手に入れて、さあ、早速次のコースへ行きましょうってことなんですけれども、今回やってくコースがですね、クッパです。久々のクッパ戦行きますよ。とりあえず、地下行きまして、ここちょっと水が余ってるね。よいしょ、そう、水がちょっと余ってるから、かびれないか心配ですけどね、壁とかがね。んで、こっち行って、ここなんだっけ？ここ行くと、あー、そうだ、ここからビューンと行きまして、はい、ここ！
スターを使って扉を開けていきます。ここ何枚必要だったんだっけ。パワースターの力で次の世界へのドアは静かに開いた、静かに開いたって言われるにはフィューンって言ってるけどね。さあ、あ、そうだ、クッパ戦の前にまずここだ。はい、ウォーターランド行きましょう。クッパの潜水艦ってことで、クッパの潜水艦がどっかにあるみたいです。ひとまずググっと潜っていきまして、で確かこの穴入っていくんじゃなかったかな。うん、さあここの穴入りますと、はい、上に上がって、そしてマリオさん苦しい、マリオさん苦しい、いや全然苦しくないか。まだまだいけますわ。でもう一回よいしょ、ここ下潜っていくと、よし、さあ矢印通りに行きますと、そろそろ潜水艦が見えてくるんじゃないかな。はい、ここにドドンとあるんですね、潜水艦が。潜水艦って言われには全然潜水してないんですけども。でここから登って、待って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 、はい、はい、ここからここからここからでいいのかな。あ、ここか、ここ滑るんだ。ってことはここじゃねえな、ここじゃなくって、一旦ここから、はい、ここから上がりまして、はい、陸に上がって、そうだ、ここにスイッチがあるんで、このスイッチを、はい、押して、おっと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 、足場踏み外さないようにジャンプ、よし、そんでここの裏にスターがありましたね、よっしゃー、62枚目ゲットだぜ。はい、ってことでこれをクリアすると、そう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 、今の水が移動してこの穴に入れるようになるわけですよ。ってことで、今回はクッパ戦頑張っていきたいと思います。いっちゃいましょう。チャンネル登録よろしくま。はい、ってことでどんどん進んでいきましょうか。あれ、ここにもさ確か赤コインあったよね。よいしょ、とりあえず1アップゲットして、1アップ大事。よいしょ、はい、右行く、右行く、さあここでちょっと耐久してからの、わあ、つつ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 つ、しっかり乗り移って、よしよしよし、いいねいいね、はい、ここ行きます、はいはい、ここ行きます。でこっち側行って、のあれ、赤コインなかったっけ。いや、あったはずだよな。よいしょ、あった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 、よし、まずこれが1枚目で合ってるかな。よいしょ、ほ、よし、あ、でこっちじゃないわ、先に先にこっちだ。うん、こっちにも赤コインがありますよと。よし、2枚目ゲット。おっと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 、まずいまずいまずい、危ねえ。よかったー、なんとか復帰。ほいほい、あ、バカ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 、落ち着け落ち着け、しっかりここのコインゲットして、よいしょ、よいしょ、よいしょ、落ち、落ちないでね、どうぞ、ドンケツさん、気をつけて。はい。さあ、ちょっとカメラさん、また仕事してもらって、また上がっていきましょう。ほい。よいしょ。で、ここ、こんな感じで。えい。いきます。左ゴーゴー。そして、ここまた掴んで、ここで1アップ、確かゲットできるんじゃなかったっけ。ほら。ここ必ずゲットできるんですよね。はい、3枚目。で、この下に、4枚目があると。これでまた登っていかないといけないっていうね。ちょっとめんどくさいんですけど、はい、ちょっと同じことの繰り返しでね。でもまだここら辺は結構覚えてるね。よいしょ、まあ確かにマリオ64のストーリーをクリアするためには絶対ここは攻略しないといけない場所なんで、子供の時も結構やったんでしょうね、ここはね。はい、で上がってきました。さあこの裏とかには何もないよね。はい、じゃあ進んでいきます。こっち行って、おっと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 、先にこっちかな。あー、待って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 、おっつけ、よいしょ、ういー、はいはいはい、あー、なかなか立てない、難しい、うー、ちょっと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 、オーケーオーケーオーケー、しっかり立つことが、あー、待って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 、やばい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 、マジで難しいんだけど、よーし、
ようやく着地できた。よし、これで左行って、はいはい、ここに、よし、5枚目の赤コインゲット。落としちゃおう、ドンゲさん落としちゃおう。うん。で、よし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 、いいねいいね。で、ここのコインも一応ゲットしつつ、ゲットしつつ、よし。あ、今思い出したわ。そう、前回のクッパ戦、クッパのコースで、僕赤コイン集めたと思ったんですけど、なんか途中でやめてたんですよね、赤コイン取るの。だからちょっとまたそこも、うん、どっかの機会で取りに行かないといけないですね。よいしょ。ここも1アップかな。はい、1アップゲット。結構1アップあるんですよね。そしてここ登っていく。あ、ここに赤コインありそうな予感。オッケー、これ6枚目。さあ、あと2枚ですね。サクッといけちゃいそう。あ、待って。落ち着け落ち着け。さあ、ここしっかり沈んでから、また上がっていくと。この仕掛け面白いですよね。はい。よし、行きましょう。さあ、登って登って、コインもゲットして。おっと、ボム兵さん、びっくり。ちょ、ここ落ち着け。はい。ナイス。さあ、あと、もう2枚どこかな、赤コイン。待って待って、あぶれ。あ、あった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 。で、このまま右行っちゃう。で、ここ棒つかむ。そしてこの赤コインゲット。おー、そこにスター出んのか。よし、取りに行っちゃいましょう。取りに、え、どこから取りに行くんだ。待って、この棒を使ってこっからジャンプかな。えい、おお、ギリ行けるんだ。へえよし、ここでまた1アップゲット。さあ、ここしっかりジャンプしていこう。行きます、ジャンプ、ナイス。オッケー、63枚目ゲットだぜ。はい、思わぬところでスターを手に入れた。結構頑張ったんだけどな思わぬところというか。よし、じゃあまた右行きましての、ここからガトンガゴンガゴンゴンといってクッパ戦でございます。さあ、このクッパ戦がね、ちょっとずつ厄介になっていく気がするんだよな。はい、さあ、ここで、おっと、落ちないように、おーいしょ。で、ここでクッパさんの尻尾をつかむ。あー、尻尾つかめなかった。今が結構チャンスだったんだけどな。うわー、あ、でもありがとう、爆弾の方に近づいてくれてありがとう、ありがとう、近づいてくれてありがとう、近づいてくれてすごくありがたいんですけども、よいしょ。あー、待って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 、全然後ろ見てくんない、全然後ろ見てくんない。あー、落ちる、俺が落ちる、落ちちゃった。これもう無理じゃね、もう無理じゃね。あマジか。まあでも、こっから戻す、ここに戻されるだけなんで安心なんですけど。よし、もう一回行きましょうやっちまったぜ。さ、とりあえず滑んないように気をつけて、滑んないように気をつけて。で、ここで掴む掴む掴む、よしよしよし、掴んだ掴んだ。で、そこの近くの爆弾にここあれちょっと待って、な、ちょ、投げて、マリオさん投げて、待って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 、ほっ、あれ待って、なんか投げてくんない。ちょっと待って、ほんと投げてくんないんだけど。 P、 あれ待って、 P じゃない、 Y、 ほっ、あ、 Y か。あ、でもちょっと違うとこに投げちゃったよ危ない。またこれ気をつけて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 、よし、うまいところ、うまいところ、ちょく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 、いやー、また尻尾つかめなかった。待って待って待って、しっかり回って、いやー、むずいな。よいしょ、おい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 、回って、よいしょ、オッケー、つかんだ。さあ、 Y ボタンね、 Y ボタンね、そこの、え、ちょ、カメラさん、マジ仕事。
いったか。よーし、ナイス。超慎重になっちゃった。まあでもここも一発でクリアだもんね。グググはこうも簡単にやられるとは、スターの力が足りんのかな。我が輩が絶好調の時なら貴様なんか敵ではない。今回は引き分けだ。ピーチに会いたければ塔のてっぺんまで登ってきてみろ。待ってるぞ、ごはは。はい、ありがとうございます。ってことで、これで屋上への、屋上2階への、2階 ?3 階への鍵ゲットですね。はい、お疲れ様でした。ってことで、今回ちょっと短くなっちゃいましたけれども、ここまでにいたしましょうかね。ちなみにこれどこの鍵かっていうのを一応見せましょうか。はい、ここまで戻ってきて、で、ここの鍵ですね。はい、ガチャリンコと開けますと、さらに上に登っていくことができるんですけれども、この先はまた次回、次のお楽しみにということで、今回はここまでしたいと思います。少しも楽しいと思っていただけた方、チャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひ押してくれたら嬉しいです。はい、コードでした。また次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。